今回はカロリー制限と糖質制限についてお伝えいたします。体重を減らしたいという目的で続けていたカロリー制限の実施期間と、健康な体と肌を作るために始めた糖質制限の期間、合わせて10年以上。この間、脳のスッキリ感と同時に実感したのは、体全体の老化を遅らせることができたのかなと感じたことです。糖質制限という言葉を聞いたことがなかった約10年前、私はご飯が好きなので毎日食べていたんですけれども、30歳を過ぎた頃から朝ご飯を食べるとなんだか体が重くなると感じるようになりました。当時、パンは太ると思うがご飯では太らないはずと思いながらも、体重は増え続け、ご飯を食べた後体が重くてだるいので自然とご飯を食べる機会が減りました。32歳の時、前職の会社で転勤のため引っ越しをした際に炊飯器を処分しました。それ以降8年間炊飯器なしの生活をしています。会社の先輩から、お前は米も炊かないのかとよく言われましたが、今思えば体があまり食べない方がいいよと訴えていたような気がします。カロリー制限と糖質制限。カロリー制限を行っていた理由は痩せたいという思いでしたが、27歳以降カロリー制限を行っていても体重は増え続け、痩せることは全くありませんでした。反対に30歳を超える頃になると、20代の頃と違い、ぼーっとしたり疲れることがなくなり、体調を崩すこともなく、肌が綺麗ですねと言っていただけるようになり、20代の頃よりも40歳の今の方が肌を褒められる回数は増えました。痩せましたかの質問に対しては、私の体はカロリー制限をしても糖質制限をしても体重が減ることはありませんでした。体重が落ちたのは5日以上のファスティングを行った時のみです。京都高尾病院の江部浩二先生のブログで読みましたが、糖質制限を行っても痩せない人はいるそうです。江部先生は糖質制限食の大切さを伝えていますが、カロリー制限はせず、タンパク質、脂質をしっかり摂取し、カロリー不足にならないようにとお伝えしています。もし厳密に糖質を制限しても痩せない方は、同時にカロリーもある程度落とすことも必要だとおっしゃっていますが、そもそも糖質制限して痩せないと訴えているあなたの BMI は25以上ですかとのことです。私も痩せたい痩せたいと毎日思っています。しかし BMI25 以内の普通体重と呼ばれる枠内に収まっていますので、最近は痩せることは諦めて健康な体と肌を作るための食事を意識しています。江部先生のフレーズ、楽しく美味しく糖質制限を実施中です。空気を吸っても太ると思っている方もいらっしゃると思います。まさしく私もそうです。だからこそカロリー神話、食べることへの恐怖感は根強いです。しかし痩せなくてもこれ以上太らないように気をつけ、糖質オフ、安い、簡単、美味しい料理を自分で作り、食事を楽しみたいと思えるようになりました。次回は糖質と糖化と老化についてお伝えいたします。